一般的な自動車用、セルモーター1920年代のエラセルフ、スターターセルモーターは、自動車や発電機などで使われる、内燃機関を始動させるためのモーターである。セルモーターという呼び方は、和製英語である。1942年3月発売の2602年型、トヨタトラックのカタログには、スターチングモーター及びリングギアと記されている、ことから、少なくとも、 この頃は、英語の故障をそのまま使っていたと思われる。セルスターターは、モーターの駆動に、バッテリー電池を利用することから、セルスターターと呼んだという説と、英語のセルフスターターから来ているという説がある。国内自動車製造者では、部品名称として、トヨタ自動車、ダイハツ工業、三菱自動車工業が、スターターター、マツダが、スターター、スバルが、スターターモーター、 日産自動車、ホンダ技研工業がスターターモーター、スズキがスターティングモーターと称している。来年期間の吸気圧縮工程は、運転中はフライホイールやシリンダーなどの打声力を利用して行われる。しかし始動時はこの完成力がないため、外部から回転力を得なければ、吸気圧縮工程を始めることができない。セルモーターは始動のきっかけとなる回転を与える。 手段の一つであり、来年期間を利用した機械に広く普及している機構である、イグニッションキーやエンジンスターターボタンといったスイッチの操作により、バッテリーなどを電源として動作する。セルモーターは、エンジンの圧縮工程で発生する回転抵抗に打ち勝って十分な速度で回転させるだけの強力なトルクを生み出す。セルモーターの主要部は、直流電力によって動作する。 電磁石解除形整粒子電動機で多くは直巻整粒子電動機が採用され少数ながら副管整粒子電動機が採用されるセルモーターのトルクはギアで減速されてエンジンの出力軸に伝達されこれらのギアとギアの噛み合いを断絶するクラッチ機構を含めてセルモーターアッシートされる場合が多い自動車の場合はエンジンの出力軸には リングギアという大歯車があり、セルモーターの小歯車を噛み合わせている。ピニオンは、それの移動アクチュエータによって、軸方向にスライドし、モーターのスイッチが入れられた際にのみ、リングギアに噛み合うようになっている。トルク伝達経路にスタータークラッチと呼ばれる、ワンウェイクラッチを設けて、エンジン運転中の回転が、セルモーターに伝達しない機構になっている。 セルモーターが実用化する以前は人力で回転させてエンジン始動を行っていた。自動車の場合は車外からエンジンのクランクシャフトにクランク棒を接続して回していた。現在でもオートバイや下半式発電機などのうち排気量が小さなエンジンでは人力でも始動が比較的容易であることから重量とコストが増えるセルモーターを採用せずにキックスターターや リコイルスターターを採用している場合がある。また、競技用の自動車やボートなどでは、エンジンの始動時にのみ必要なセルモーターは、走行中の操縦性や運動性に不利な影響を及ぼす重量物として搭載されない場合が多く、人力を用いた始動方法のほか、フォーミュラカーなどでは、車体外部からスターターモーターユニットを接続して始動する。クラッチを持たない。 レーシングカードでは人力や他の車両で押して車輪からエンジンに伝わるトルクで始動させる押し掛けと呼ばれる方法が用いられる。1903年にアメリカ合衆国ニューヨーク市で発明家のクライド・ジェイ・コールマンが自動車用電気式スターターとして米国特許を取得したがこの時点では実用化されなかった。本格的な実用化は キャディラック社の創業者であるヘンリー・リーランドの要望が元になったとするのが通説である。リーランドの自動車製造業界での友人であったバイロン・ジェイ・カーターは、路棒でキャディラック製自動車のエンジンを始動できずに困っていた女性ドライバーに代わってクランク棒の操作を行ったところ、キックバックを受けて重傷を負い、これが原因となり1908年に亡くなった。リーランドは、 自社製品で友人を死なせた事態を悲しみ、クランクボーに代わるエンジン始動方式の開発を命じたが、キャディラックの開発陣には実現できず、車両用電装品メーカーのデルコを創業していた技術者、チャールズ・ケタリングの社外案が採用された。ケタリングは1910年にコールマンによる電気式スターターの特許を買い取り、自身が NCR で 電動キャッシュレジスターに用いたモーター技術を組み入れて改良した。レジスター用のモーターは瞬間的に大きな出力を発生しながら繰り返される負荷に耐える必要があり、その特性は自動車エンジン用のセルモーターとして応用できるものであったためである。1911年までにはキャディラックでのテストを繰り返して実用的なものに改良した。蓄電池を搭載し、 イグニッションシステムと合わせて電気式ヘッドライトも組み込まれ自動車における電装部品の機能を拡大した。ケタリングのシステムではセルモーターはエンジンを始動するだけでなく走行時にはバッテリー充電のための発電機となった。これは後年でも一部の自動車では使用されたが現在はセルモーターと発電機とは個別に独立した装置を搭載するのが一般的となっている。 ケタリングらによるセルモーターは1912年にキャディラックの市販車に搭載され、四輪自動車用として史上初の本格的な電気式スターターシステムとされている。当初は女性向けのオプション装備であったが、数年のうちに米国では代表的な大衆車であるフォードモデル T をはじめとして、ほとんどすべての自動車がセルモーターを装備するようになった。 この動向は1920年代にはヨーロッパにも広まり以降1950年代までの自動車にはセルモーターと非常用の手動クランクを共に搭載するのが一般化した1960年代以降は電装品の信頼性が向上して手動クランクは併用されなくなったオートバイにおいてはケタリングがセルモーターを発明する前の年である年に EN ヴィンセント・ヒューゴ・ベンディックスがワンウェイクラッチの一種であるベンディックスギアを開発し、スタータークラッチとしてセルモーターに組み合わせた。自動車におけるピニオンギア構造と比較すると小型で補機を搭載するための空間的な余裕が少ない、オートバイの車体にもセルモーターの搭載が可能となった。一方、小排気量のオートバイの場合は、 キックスターターなどでも実用上の問題がなく、セルスターターの需要は大排気量者に限られた。小型オートバイに至るまで、セルモーターが普及したのは第二次世界大戦後であった。通常タイプとリダクションタイプのセルモーター比較クランクシャフトを回転させるのに必要なトルクが比較的小さい自動車やオートバイでは、モーターの回転を直接伝達するピニオンがリングギアや プライマリードリブンギアに噛み合わされるが高いトルクを必要とするエンジンではレブリダクション方式が用いられる場合がある。レブリダクション方式はモーターの回転がギアあるいは優勢ギアによって減速されトルクが増大されてピニオンに伝達されるタイプのものである。トラックなどの大型車両やディーゼルエンジン車などといったエンジンの回転抵抗が大きい車両だけでなく 普通乗用車のオートマチックトランスミッション搭載車のようにクランクシャフトに完成モーメントが大きいトルクコンバーターが固定されている場合にも多く用いられる。純正でレブリダクション方式のセルモーターを搭載していない車種でも改造によって圧縮比を高くした場合や排気量を増加させた場合にはクランクシャフトの回転抵抗が増大するため リダクション方式のセルモーターに交換する場合がある。1万1、踏切など、速やかに通過しなければならない場面において、エンジンが停止し再始動できない場合、マニュアルトランスミッション車で、利用可能な緊急手段として、スターターモーターのトルクで車両を移動させる方法が、自動車教習所で用いられる教本に掲載されている。トランスミッションの低いギアを選び、 クラッチを接続したままスタータースイッチを入れることで、スターターモーターのトルクを車輪に伝達させる手順で、あるが、クラッチスタートシステムという安全装置が装備、されている車種では利用できない。モータースポーツの世界では、1988年のルマン24時間レースで、クラウスルートビッヒの運転するポルシェ 962C が燃料切れを起こし、スターターモーターで走行して、 ピットに戻った。これは自走して、ピットに戻れなければ、リタイアとなるルールのために行われたものである。ありがとうございます。